はーい。やっほー。個人税 VTuber グループプラネタリウムプロジェクト獅子座担当の百花ジュノだよ。今日は、みこと日記、やっていきたいと思います。いや、これずっとね、気になってたゲームで、ずっとやりたくて、まあ、女の子とね、仲良くなるゲームってね、ことでね、ジュノはこれからいろんな VTuber さんたちといっぱい遊べるように、コミュニケーション能力をね、勉強していきたいと思いまーす。じゃあ、スタート!ゴーゴーゴー!ね、もう絵がね、もう可愛いから、楽しみ!このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています。この物語はフィクションです。実在する人物、団体事件とは一切関係ない。はい。カロンプレゼンツ。ありがとうございます。ありがとうございます。作ってくれてありがとうございます。あ、みこと先輩。みこと先輩のことが好きです。付き合ってください。あー、青春だね。甘じょっぺー。甘じょっぺーよ。お、みこと先輩。うん。えー、ま、また、ま、太郎くん。ま太郎くん。名前。お、本気なの?本気本気。本気です。全力で愛してる。いやー、男ならね、こっちよ。全力で愛してる。愛してるー。わかってよ。マタロウくん、君は冗談でそういうことを言うような子じゃないもんね。じゃあ、とりあえず、はね。はぁ、お付き合いしたらいいのかな?うわぁ、なんか、くすぐったい。よろしくね、マタロウくん。よろしくお願いします。マタロウくんは元気がいいよね。そういうとこ、ミコトは結構好きかも。両思い。両思いじゃん。いいね。あー、甘じょっぺー。甘じょっぺーよ。最高か?こうして僕は憧れのミコト先輩と付き合うことになった。ジュノがマタロウくんね。ミコト先輩は顔も性格も良くて何でもできる才色兼備。学校中の男子からも当然モテモテだ。おお。そんな僕がみこと先輩とお近づきになれたのは僕が部活の後輩だったからだ。よかったね。やっぱ環境って大事だよね、環境って。みこと先輩は僕のことをすごく可愛がってくれた。でも好きになった理由はそれだけじゃない。なるほど。みこと先輩の明るく優しい、そしてどこか不思議な雰囲気に強く惹かれてしまったのだ。おお、この気持ちは何だろう。恋だよ。え、みこと先輩を愛してる、幸せにする、みこと先輩が好きだ。え、愛し、みこと先輩を愛、え、これ、え、それはもう、恋だから、愛じゃない?愛か、好きか、幸せか。好きだ!好きじゃない?最初は好きじゃない?おー、びっくりした!びっくりしたよ。なんだ?さあ、どうぞどうぞ上がって。お邪魔します。うちに人が遊びに来てくれなんて、超久しぶりだな。いっぱいごちそう作るね。ありがとう。ごちそう?楽しみだな。まあまあ、ゆっくりしていってね。ありがとう。今日は私以外誰もいないから。二人きりだよ。二人きりの男女が、何も、ないわけが。何も起こらないわけが。
あのね、小太郎くん、紅茶嫌いだった？そんな出されたものを嫌いなんて言えないな。ジュノはコーヒー派だけど、いや、好きだよ。大丈夫、好きだよ、飲むよ。そっか、よかった。みことね、桃の紅茶大好きだから気に入ってくれたら嬉しいなぁと思って。わ、桃だけじゃなくて他にもね、リンゴとかマスカットとかもあるんだけど、めっちゃいろいろあるね。特別なお客さんが来た時には、桃の紅茶にするって決めてたんだ。かわいい。かわいいね。かわいいよ。あ、そういえば、マタロウくん、今日は何時までいられるの？6時ぐらいじゃない？変な意味じゃないんだよ。ほんとだよ。いつでも OK。特に決めてない。いつでも OK にしようか。特に決めてないって言ったらなんか、あれかな。いつでも OK。そうなんだ。でも、あまり遅くなっちゃダメだよね。マタロウくんのお母さんも心配するでしょ？いい子だな。相手の家族のことを考えて、いい子だ。まあ、でも、晩ご飯は食べていってほしいな。頑張って作っちゃうからね。ジュノも料理得意だよ。焼くの得意。ミコト先輩の両親は、確かに。何を作ってくれんの？いやでも両親のことについて何も話してないから、あまりそこは深入りしなくていいんじゃないかな。何を作ってくれるの？秘密。とんでもねえ。はい。後でのお楽しみだよ。はい。それじゃあ、そろそろご飯作ろうかな。マタロウくんはゆっくりしててね。暇だったらテレビ見ててもいいよ。ありがとう。なんか手伝うよ。なんか手伝うよ。ジュノ。ん？動ける。テレビ。つけよう。今はあまり面白くない番組はないよ。ん？面白い番組はないようだ。え？この辺が、あさろ。あまりゴミが入ってない。すごい、なんかぬるぬる動くね。ミコト先輩のお気に入りの食器が並んでいる。ちょ、なんか BGM ないと怖いんだけど。雑貨が並んでいる。なるほど。こんにちは。インターホンがある。特におかしいところはない。カレンダーがある。こんなに動いてていいのかな？時計がある。特におかしい、おかしいな点はない。うん。なんか手伝いよ。ね、今頑張って作ってるから、マタロウくんはゆっくりしててね。あ、でもあまりうろうろしないでほしいな。え、暇なんだが。まあ、わかった。わかればいいのだよ。怖い。中には鍋や、やかんが入ってる。ああ。蛇口がある。今水を出す必要はないだろう。そう、確かに。冷蔵庫がある。うん。え、なんで？みことの部屋は入っちゃダメ。ちゃんと片付けて、まあ、いるけど女の子の部屋だからね。じろじろ見られたら恥ずかしいじゃない。なんで？はい。でもほら、やることがないよ。やることが。行くしかない！ここなんだ。なんかいる。ウサは全国共通のセーブポイント。あ、セーブします。はい。え、誰の部屋？誰の部屋これ？お、ミコト先輩のいい匂いがする。家具に決まってるじゃん。いい匂い。女の子の匂いがする。ああ、勝手に触らない方がいい。幸子。ゴミ箱の中に少しだけゴミ入り、特に気になるものはない。え、さっき匂い嗅いどいて。え？え？何するの？おう。帰るか。はい。
ません。ギタバコ。スリッパ。ちょっとあの、音がないんですけど。なんだろう。操作が慣れない。操作が。え？なんだ。いや、またろくん。またろくん、やっぱ座って待ってろよ。ねえ、待ってよ。ねえ、待ってよ。だって歌消えちゃったよ。ちょっと待って。待って、なんだろう。どこ探してない？もう一回逃げ替えどこ。なるほど。え？え？どっかなんかあれなのかな？楽しくなさそうだ。やべ、なんかボロを見てしまったかもしれない。やめとこう。何も見てないよ。あれ、でもこれは写真に置いてあるはずなのに。うん。ずらいたのなんである。みこと先輩のコレクションだろ。あ、なんかちょっと増えてある。あまりゴミは入ってない。ここ鍵閉まってんだよね。開けて。ダメだし。もう一回みこと先輩に聞いてこよう。こんにちは。よかった。山太郎くん。結構細かく見ないとダメかもしれない。なんもないよ。え？きっとここの部屋の中はすごい漁るんだろう。え？お、うさぎ。わかんないから。ひとまず。あ！え？読んでいいですか？失礼いたします。今日はテストだった、なり。え？そう、もちろん。出来はいつも通り。みことは天才だから解けない問題なんてないんだ。ないのだ。よく見ると裏に小さな文字書かれてる。え？素直に言っちゃうけど。あっ。お料理もお勉強もおしゃれも何もかも全部欲張ってエンジョイしちゃうみことなのでした。でもお小遣いが合う。みことはいつだって金欠なのでした。お小遣いはないので自分でバイトするしかないのであった。みことは苦労人なの。誰か助けてほしいな。え、何が欲しいって？今欲しいものはね、お洋服とカバンと参考書にノートとペンと料理本と肉と牛タンと砂肝とカルビと、あ、いっぱいありすぎてやっぱりダメかな。日記はここで終わってる。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。紅茶は好き？日記の切れ端には手に入れた。え？かなり埃が溜まっている。なるほど。帰るか。うん。まだ待つの？紅茶は好きって書いてあるってことは紅茶のところかな？名探偵、ジュノ！もう冷めてしまってる。そうだよね。あ、温かい紅茶の。あ！日記の切れ端がある。読みますか？
読まない方がいいかな。読む、いや、読む、ここまで来たら気になる。読む、あー。なんと、みことはまたまた告白されちゃったのだ。え？マトロー君のこと？モテる女は辛いのであった。まあ、でも、付き合うだけならただってやつなのかな。本当に、私に、ふさわしいのかどうかって。でも、みことはちゃんとした恋愛がしたいの。みことから好きになった人じゃなきゃダメなんだから。みことは変な男には騙されないんだから。プンプン。日記はここで終わっている。よく見ると、裏に小さな文字で何か書かれている。お泊まり？冷えちまったよ。一回喋りかけよう。わんない。はい。で、ちょっとお泊り行ってきます。ベッドだな。確実にベッドだな。待って、一回セーブ。はい。セーブさせてくれ、ミス。みこと先輩のいい匂いがする。ベッドの下にあったっ、やっぱりあるやー。読みますか？はい。みことはね、幸せだったらいいなって思ってるんだよ。素敵な恋愛して、あ、違う違う、素敵な恋して、仕事して、世界一幸せな家族と一緒に過ごして、いっぱい子供と遊んであげるの。あー、わかるわかる。きっと毎日が楽しいに決まってるよ。その時その時、みことはね、素敵な旦那さんと一緒のお布団で寝たいなぁ。かわいいねぁ。で、それは別に変な意味じゃないのよ。日記はここで終わってる。裏、また出た。どこだ、次。お客さんがよくよ、吐くよ。お願い。BGM 帰ってきて。お願い。お願いだよ。お願い。絶対こっちでしょ。ここじゃん。ここしかないよ。来客用スリッパの中に切れ端が。さっき見たときなんで気づかなかったの？あのね、今日はとってもいい報告があるのです。私のちょっと気になってたね。池丸さんって人がいるんだけどね。なんと、みことのこと好きだったんだって。告白されちゃった。そんなわけで。みことは今、超ハイテンションなのでした。みことのこと好きって言ってくれる人はたくさんいるけど、なかなか、みことがいいなーって思ってた人からはあまり好かれないのだよ。みことは残念だったりする。かわいい。みことはこの恋にちょっとだけ期待してみるのであった。でも、ゆきまるさん、私のこと分かってくれるかな？分かってくれるよ。待って。え？またろう。ジノのことじゃない。ジノのことじゃないの？え？ジノの前に誰か、またろうくんが、またろうくんの前に誰か、冷たい目。え？冷たい目。またろうくんの前に何か、もう一回確認しよう。いるわ。冷たい目？あ、なんか、あれかな？写真かな？さっき見た。嫌そうな顔してる。え？ここかな？うん。うん？違う。冷たい目？うーん。どっかに何かお金しようとかな？冷たいね。え、なんだろう、冷たいね。ここ。けど、いい、なんだろう、冷たいね。どこだろう、冷たいね。冷たいね。どこだろう。冷蔵庫の中にあった。冷たい。え、冷たい目って書いてなかった。あれ気のせいかな。読もうか。誰も私を分かってくれない。え、お父さんもお母さんも友達も誰も私を理解してくれない。え。ジュノは理解しようと頑張ってるよ。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれてる。勉強。ああ。悲しい曲流れ始めた。
なあに、マタロウくん。あ、こっと、変わってる、変わってるよ。ちょっと待って。大変、なんか辛いことがあったんだろうね。手を握っとこう。握っとこう。え？なに？なに？曲が変わってる。え？マタロウくん、どうしたの？みことはね、こんな手をギュッとされるなんて、なんて。しかも男の子にだよ。こんなの、なに？みことはちょっと恥ずかしいのかも。かわいい！え、話したくない。ジュノ話したくない。かわいい。あれ？おかしい。好感度を上げるゲームだと思ったら、ジュノの好感度が上がっていく。あ！みことはね、びっくりしたんだよ。マタロウくんのおませさん。ごめんね。ごめんね。うん、かわいい。マタロウくんありがとう。私ちょっと嬉しかったのかも。もう一回握っとこう。ダメ？今頑張って作ってるか、マタロウくんはゆっくりしててね。あ、でもあんまりウロウロしないでほしいな。なんで？ジロジロ見られたら恥ずかしいじゃない？どう？じゃあちょっと行ってくるわ。ちょっと行ってくるわ。絶対入らないから大丈夫。一回匂いかかせて。はぁ、あ。はぁ、あ。いいね。決まった。じゃあセーブしとこう。いい感じに決まったね、今。あれ？勉強？どこだろう？ここかな？あ、あった。いや、もう。みこ、ちょ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 、音がなんか、怖い怖い。やばい。みことはね、今、すごく頑張っているんだよ。音！何のためなんだろう。お父さんとお母さんに喜んでもらいたいから。え、みことは言ってみる。みことは、私は何のために頑張っているのかわからない。だって頭がいいわけじゃない。それでもなんでか勉強強いられているのに、意味なんかきっとないよ。あの、え？おぉわぁ！うるさい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 あーおーあーいやーみごとちゃんあーみごとちゃん。病んじゃってる。終わったら弁償だよ。やばい。もう一回手に入れとく。みことちゃんが心配になってきた。ジュノ、みことちゃんが心配になってきた。無理やり勉強させられてるんじゃないの？親に言われるから。今頑張って作ってるから。あ、手握れない。いいの？また来るよ。終わったら弁償だから、多分これかな？食器な気がする。あったよ。読みます。はい。みことはね、料理が好き。かわいい。得意料理はオムライスだよ。どんな男もこれを食べちゃえば私のもの。魔性だ。みことちゃん魔性だ。ってなわけあるかい。ノリツッコミしてる。これ、切れ端に書いてあるんだよね。切れ端でノリツッコミってなかなか難易度高いね。みことちゃん。かわいいね。でもね、みんな美味しいって言ってくれるから。何度も作りたくなっちゃうんだよ。いつかみことは、みことのお店を作りたいなーって思ってたりするのだよ。みことはいつの日か、誰もが羨む、すっごい、シェフになってやるのだ。かわいい。いや、ちゃんと夢をね、持ってるっていうのがね、すごいいいと思う。夢があって、そのために頑張ってる。よそゆきのコート。一回、ちょっとみことちゃんの匂い一回。終わった。一回匂い嗅がせて。一回嗅がせて。オッケー。いいよ。
いよいよ。ノリノリだよ、今。あれこっちか。あ、切れ端。だめ、すごい。なんか気づいてほしいのかわかんないけど。何かに気づいてほしいのかな、みことちゃんは。私は、高敷みこと。職業は高校3年生、永遠の17歳だよん。と思うじゃん。時間は残酷だよ。得意なことはお料理。部活はもちろん料理研究会。ああ、そうなんだ。テニス部もやってるけど、ほぼ幽霊だよ。みんなからはなぜか人気者って言われてるみたいだけど、私ってそんな魅力あるのかな？やっぱりなんかね、魅力ある人ほどね、自分の魅力にね、気づいてないんだよね。みことはね、自分ではあまりわからないなり、自分磨きっていうのは面倒なだけなのだ。へけっ！あ、でもね、授業もサボってないし、勉強もちゃんとしてるし、テストでも毎回一番なんだよ。わ、すごいな、努力家だね。一番になったらお父さんもお母さんも喜んでくれるんだよ。一番じゃなかった時は何があるの？捨てちゃうの？一番じゃなかったら何かあるのかな？ゴミの中にあった！あのね、その日から何か面白くなった気がする。お母さんが何を言ってるのかわからない。え？お父さんも何言ってるのかわからなくなった。面白い、私は面白い。ほんと？みことはね、静かになった。で、その時は思ったよ。何ももうしないんじゃないかな。体が軽いんだ。今なら何だってできる。ん？なんか、ん？なんか、な、ん？ん？大丈夫？なんか、え？大丈夫？お庭へおいで。え？ゴミ箱の奥で何か光ってる。おーい！物置部屋の鍵を手に入れました。ちょっと待って。一回確認しよう。今頑張って作ってる。分かったよ。え？物。何があるの？セーブしよう。今日の動画はここまで。さあ、この後、物置部屋の鍵を手に入れたジュノは、一体、どうなっちゃうのか。それは、また次回のお楽しみ。じゃあ、パート2までみんな良い子で待っててね。ガガー。